定の開園をお祝いする会の開催にあたりまして、このご挨拶を新しい環境に慣れること、それを考慮優先させていただきまして、本日吉田保育園の開園をお祝いする会としてですね、開催させていただいたものです。地域の子どもたちは地域で、守り育てるということが一番肝要なんだろうなというふうに認識もさせていただいているところであります。子どもが本当にあの地域の宝であるということは、子どもたちありがとう。最後のイエーイ、よかったよ、ありがとう。そうなの。